狛牧の紐の糸印糸印は秋夜の中国で作られ戦国時代から桃山時代までに日本にもたらされた中道性の印象のことである。高さは平均3、4センチ、重さは50グラム程度。多くが良質の制動性で深みのある地色を出す。稀に王道や尺道がある。割り方製法なので中空となり見た目より軽い。 陰面は薄い板状になっており、中の部分は動物中、人物中を中心に多種多様で200種類以上確認されている。例外なく字を通すための穴がうがたれている。陰面は正方形、円形が多いが、それ以外にも多様な形状がある。その陰門はほとんどが洋国であり、一見漢字のようであるが、その9割は判読できない。かろうじて読める文字には、 風、風神、平安箇所などのような初心に関係するものから、キツゴイ印などが見られ、夏印した時のことを考慮しない左右反転していない文言もある。二生印もわずかだが見られる。これらの陰文や中は同じものが多く、それらの多様な組み合わせがある。他と、全く重複していない糸印は少ない。糸印の本来の用途は、日民貿易におけるキーという乳児の新章に、 利用したとする説が有力である。この説では、ギートを束ねるごとに一つの糸印で封印し、また日本側での受領印としたとしている。その時期については、室町時代の看護貿易とする説、その後の慶長年間とする説がある。その他に、文鎮説、ネフ説、高麗印の模倣説、仕入れ半説などがある。なお、日本産とする説もあったが、 上海博物館に収蔵が確認されたことから、中国で収蔵されたことが明らかとなった。陰影令江戸時代には、古道院、古い印と呼ばれ、俗称では、監視院、紐院、博多院とも呼ばれた。最初に糸印と呼んだのは、明治30年、考古学雑誌に糸印の考えとして発表した、横維持冬である。 戦国時代の武将が好んで糸印を利用しているが、とりわけ、豊臣秀吉のミミズ印の印番上はよく知られている。江戸時代初期には、この絵の豚田田や小堀演習などの風流人が、画家では、か野丹優、土佐光つや丸山王居、谷文長、高雲や椿鎮山などが好んで、自らの楽観員としている。印性と呼ばれる、幸不要は、糸印を愛し、 変算したインプに陰影を載せている。また、不要の肯定した古道院になどは収録のすべてが糸印の陰影である。糸印は根付けの起源として有力で、白菜された糸印を帯に下げるうちに、日本独自の根付けが発達したとものとする。初期の頃の根付けには糸印そっくりのものがある。糸印は現在も高塚の間で収集、愛願の対象となっている。 横維持冬、糸印の考え明治30年、小木の美な彦、国史大辞典第一巻2遺跡は、古州産の上質の木糸取引にのみ糸印が利用されたと述べている、松平沙田信編、中古十種、相田富康、中金、長金、短金、三村武清、糸印と称する古道院、三村武新秀聖小堂日本書史学体系後、水野恵み、 日本天国物語は、んこの文化史芸草堂、2002年に遺跡は、高麗寺術と推定している。上田歴地、根付の研究。ありがとうございます。